指を落としてしゃぶしゃぶパーティーにしてやろうか。結構もうね、紹介した映画が多いんだけど、だから何回か紹介するようにしてますね。一本の映画ね、3回から4回は紹介しようかなと思ってます。もう、もう、多分動画が1500本ぐらいありますよね。今さっき見てたのがね、スイートホームっていう韓国のドラマ、ネットフリーの。なんか面白そうな予感がするんで、見てるんですけどね。ボロ小屋だ。ここのデザイン好きだね、私。本当。このボロ小屋デザインすごい好き。事務所っぽくてさ。あら、直撃させないといけないミッションなんですね、これは。はい、こんばんは。お、なんかどうなってるが、あれはなんだ。肉フックをもしや、あ、落として回っているやつがいるぞ、これは。もしや、肉フック落としマンがいるぞ。気のせいか？気のせいじゃないよね。だってここにないもんね、肉フックのあれが。落としマンいるな。出入りか？アーカイブだな、これは。アーカイブの民、VS アーカイブの民。やっていこうじゃねえか。なるほど、こっち側に偏らせたい感はあるね。カラストンの跡がある、言ってますね。だと思った。心音なしで近づいてやろうか。ほほう、こそこそしおってからに。ムフムフ。さあ、クランの得意な場所が来ましたよ。OK。あの3台で、やっぱ固めたい気がしますね、近いから。なるべくこの辺イタチ入れまくっていきたいね。進んではないか。OK。落としてけのあそこで落ちてますね。大丈夫そうだね。あ、来てるわ。あら、よっと。こっちに逃げるだろ。やるね。あ、よいしょ。落としてけ。指も落としててくれ。なんなら指も落としててくれ。こっち側で立ち回っちゃう。ライブ初見ありがとうございます。そしてイタチをぶっこんでいこう。この辺大丈夫だね。助けた人物がこっち回って助けに行くんじゃないかと踏んでるんだが、こう回ってるんじゃないかと踏んでますよ、私は。身を引いたかな。さすがに治療の方優先。いや、言ってたね。どっちがあれだ、こっちがあれか。まずはダウン。
で、さらにこちらがんいるぞこれやはりな、声が聞こえた。いや耳、私の耳、いい耳仕上がる。 OK、 残ってんな。完璧、完璧な追い込み。今の声はね、見逃さなかったよ。全命なくてもね、やはりここ聞いていかないとね、生存者の声を。助けに来たようだね。ん？飛んでんな。いや、これ私が通ったところだからかな。残ってたようだな。それはきっちり行かせていただくぞ。いいね、発電スピードが遅いよ。これはいいよ、いいことだよ。あ、よいしょ。まあ、いたね、いたね、やはりいたね。バスの中側の方行ったか。いや、残ってたか。オーケー、落としてき。音は見逃さねえぞ。ぐい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 ぐぞ。オッケー。ささやきが、ささやいてくる殺人鬼の本能が私に。ここにいると落としてる。そろそろ一人ぐらい指チャップしていくか。奥奥行ってるね。さすがにこっちへ立ち回るのがやばくなってきたんでしょう。あら、ガラクタのまま向かっちゃいます。やめてください。オッケー。あれ、イタチぶっこみましょうか、せっかくなんで。こういう時のイタチよね。ガラクタイタチ、ガラクタイタチの術。大事な大事な救急キットがここにあるぞ。奥に逃げたな。うん、やっぱりじいちゃんメメント対象なのよね。いらっしゃい。やはりな。いらっしゃい。そして指チャプだ。いいね、水色のネイルしゃぶらせていただきましょう。こいつはいいぞ。さあ、おそらくさっき落とされたアイテムを回収しつつも、あの発電機に張り付くだろうと踏みます。やはりな、心音ゼロで近づくぞ。こらそういうことだ。そういうことだ。じいちゃんの逃げ場所だが、カラスが飛んでいない。いるな、これは。いや、あれじいちゃんじゃねえ。あれじいちゃんじゃない人入ってた。あれ、おかしいな、そんなバカな。じいちゃんだと思ったんだよか。
やー、よいしょ。あ、死んじゃったの。レメントすればよかったんだ。奥には逃げさせないぜと。奥奥に行きたいようだね。まずはあれ、じあれ、じいちゃん動きするなあまりにも先を読みすぎた未来人のようだな、じいちゃんよ。先の先の先を読みすぎてむしろ戻ってくる。あるある。後ろ戻ってきちゃう。そういうことです、そういうことです。で、あの女子のいる場所も大体見当はついている。だいぶ時間が経ってしまったが痕跡を追おう。安全圏に行って治療し終わったと。生存者の気持ちになっていこう。ここを走っていって、きついきつい、この試合きついきつい、どうしよう。ここら辺に行ってたむろして、この辺で治療。何戻って、いや、これ不滅かな、これ不滅かな、あのじいちゃん。そんな気するね。なんかあっちには戻らないんじゃないかと踏みますよ、おそらく。じいちゃんの行動はこっちかな。不滅どうだこの野郎っていう感じで行くと見せかけて、ここを通りましたね、じいちゃん。きつい、この試合きつい、わしも無理な感じでこの辺を通っていったね。うん、いや、いや、なんかこの辺に潜んでるんじゃないか。奥行ったかな。あらら、じいちゃんじゃない人できた。じいちゃんの心理を読もうとしてない。それはこっちだ。泣き殻だよそれは。なんだその動き、なんだ、落としてきて。ここからじいちゃんの行動を読んでいくよ。こう言ったんじゃないかな。うんうんうん、見てるね。やはりねえ、これはそういうことだ、そういうことだぞ。あ、そうだ、メメントだ。仕方ねえ。仲間の近くで板に押し潰されてる。板に押し潰されてんだよね。この、作ってやるか。